直径400キロの巨大隕石が衝突したとき、地球で何が起こるのか。地球物理学を専門とする科学者の監修のもと、シミュレーションを行いました。隕石の大きさやその衝突の影響を分かりやすくするため、現在の地球で衝突があったと仮定しました。400キロといえば、本州の幅を超える大きさです。落下場所は日本の南1500キロの太平洋にしました。隕石の速度は時速72000キロ。しかし隕石があまりに巨大なため、不気味なほどゆっくりに見えます。10キロの地殻が丸ごとめくり上げられていきます。地殻津波と呼ばれています。地殻津波に張り付いた水深4000メートルの海もまるで薄皮のように見えます。一辺が1キロもある巨大な破片が巻き上がります。日本列島も粉砕されてしまいます。砕かれた破片は高さ数千キロ、大気圏を突き抜けて宇宙空間にまで達した後に再び隕石となって地表に降り注ぎます。クレーターの縁は高さ7000メートル、巨大な山脈のようです。クレーターの直径は4000キロ、グアム島から中国大陸の一部までを飲み込みます。しかし、これはこの災難のほんの入り口に過ぎませんでした。隕石の衝突直後、宇宙から見るとクレーターの輪の中心に異変の主役が現れます。灼熱色に輝く巨大な塊、これが気体になった岩石、岩石蒸気です。その量はざっと1000億メガトン。ドーム状に膨れ上がった後、押し出されるようにして一気にあらゆる方角へと広がっていきます。現在の地球で想定すると、日本の南海上に落下してから3時間余りで岩石蒸気はヒマラヤ山脈に達します。温度4000度の熱風が風速300メートルで駆け抜けます。岩石蒸気に覆い尽くされた中、雪は瞬時に溶けて川を作る間もなく蒸発していきます。岩石蒸気は衝突点の裏側にあたるアマゾンにも到達します。高熱のために木が次々に自然発火していきます。ジャングルは瞬く間に火の海と化します。衝突から1日でついに地球は灼熱の岩石蒸気に覆い尽くされるのです。岩石蒸気は地球全体を1年近くにわたって覆い続けます。間近に無数の太陽が出現したのと同じです。
生命のふるさと、海も変動に巻き込まれていきます。岩石蒸気に覆われて間もなく、海面が激しく泡立ちます。海が沸騰を始めたのです。激しい蒸発によって海面は1分間に5センチという猛烈なスピードで下がっていきます。海水が干上がると真っ白な海底が現れます。塩です。その塩もたちまち蒸発していきます。むき出しになった海底は容赦なく熱にさらされ溶岩のように溶け出します。衝突からおよそ1ヶ月後、地中海に水はありません。平均水深4000メートルの大西洋も、そして太平洋も干上がっています。直径400キロの巨大隕石の衝突、それは生物を根絶やしにしてしまうような恐ろしい出来事なのです。